義実家は車で10分ほどの距離だった。私たちは当時結婚して2年になるが、子供がおらず。義父母と私たち夫婦の4人で、たまに回転寿司に行っていた。義姉は県外に嫁いでいる。ある日、夫が同僚と飲み会で、晩ご飯はいらないと言うし、私も年度末で、ずっと忙しかったから。たまには贅沢しようと思って、一人でその回転寿司に出かけて行った。そして、食べてる最中に義父母が入ってきた。私より先に、義母が私を見つけて、声をかけてきたんだが、義父の視線は、私が食べた重ねた皿。そこには、絵皿はもちろん、金銀の皿と、その店では上位価格の皿ばかり積んであった。一瞬、まずい。と思ったけど、どうしようもない。というのも、義父母と一緒に来るときは、義父から、いつも、絵皿と金銀の皿は、NG にされている。せっかく美味しい店なので、いろいろ食べてみたいが。義父がお金を払ってくれるので、文句を言わず、NG は取らずに食べていたが。旦那と二人で来るときは、食べたいものを食べていた。義父は、U ターンして帰っていった。義母は、状況を察して後を追った。その翌朝、義母から、こっちに来て、お父さんに謝りなさい。と言ってきた。夫はすでに出勤しており、私も、これから出ようとした矢先だった。これから仕事なので、と断ると、いいから、先にこっちに来なさい。って、それを断るのは簡単だったけど、面倒事を抱えたまま、仕事に行くのが嫌だったので、とにかく急いで行くことに。途中、夫に電話して、謝らなきゃダメ？なんて謝ればいいの？お父さんが NG にしてるネタばかり食べて、ごめんなさい。とか言えばいいわけ？でも、それって逆に失礼じゃないの？って言ったら、謝る必要ないと思うなら、謝らなくていい。というので、そのつもりで出かけていった。そしたら、今にも通されず、玄関の上がり口でいきなり、旦那が仕事してる時に、飲みなんだけどね。嫁が、贅沢三昧ってどういうことだ。子供一人産めないうちから、贅沢なもんばかり食いやがって。随分偉そうだな。これだから、仕事持ちの女は、生意気で嫌いなんだ。言っておくが、お前を嫁だと思ったことなど一度もない。というような内容を、もっと汚い言葉で言われた。それで、ついカッとなって、生意気で結構。自分で稼いだお金で回転寿司を食べたぐらいで、文句言うような人に、嫁と思われなくてもいい。って言ってしまったんだよな。そしたら義母に、お父さんに対して、なんていう口の聞き方するの。って突き飛ばされた。全く無防備な方向から、ものすごい勢いで、体当たりするように飛ばされて。変な体勢だったからか、勢いよく倒れた拍子に、右手首を骨折してしまった。で、病院に迎えに来てくれた旦那に、事の次第を説明したら、そのまま、義実家に連れて行かれ、義父母に、今すぐ私子に謝れ。って、旦那には申し訳ないけど、その時の私は、まだ怒りが収まってなかったので、謝ってもらわなくていい。どうせ悪いなんて思ってないんだから。って言った。義父は義父で。その通りだ。なんで、俺が、嫁ごときに頭下げなきゃならん。って、義母はおろおろ。で、その日限りで、義実家とは絶縁した。その話を、旦那から聞いた義姉が、義実家に電話して、随分義父母を非難したらしい。そして、その時のことが原因で、義姉も絶縁している。あれから5年ほど経ってるんだが、うちに、男の子と女の子の2人が生まれていることを、親戚から聞いたらしく、その親戚経由で、感動を解いてやってもいい。と伝言をもらったことがある。旦那がその親戚に、感動されたんじゃなく、こっちから絶縁してるんです。と言って、そうなった経緯を説明したんだが、事の発端があまりにくだらなさすぎて、言ってる旦那は、
情けなくなったそうだが、聞いてる私も情けなかった。